皆さんこんにちは。編集担当のアスムです。任天堂 e ショップにて3月24日に任天堂スイッチ向けのセールタイトルが追加されました。約120タイトルがラインナップに加わったということで、今回は個人的なおすすめのセールタイトル7000を簡単に紹介していきたいと思います。まず最初に紹介する作品は牧場物語オリーブタウンと希望の大地です。本作は牧場物語シリーズの25周年記念作品であり、シリーズの第32作目、任天堂スイッチで初の完全新作の牧場物語である本作は、これまでの牧場経営はもちろん、自分だけの牧場を自由に作ることができます。広大な森を開拓し、さまざまな発見と出会いを繰り返し、自分だけのスローライフを送ることが本作の最大の特徴となっています。遊び方はいろいろで、森を開拓したり、自然いっぱいの牧場で野菜や果物を育てたり、動物のお世話をしたり、町に住む人たちと恋愛結婚したりと、人生を丸ごと楽しめるほのぼの生活ゲームとなっています。本作は4月4日まで 30% オフの4604円となっているので、セール前から気になっていた方はこの際にぜひご検討してみてはいかがでしょうか。続いて紹介する作品は地球防衛軍3-4任天堂スイッチです。本作は多くのコアゲーマーが熱狂し、高い評価を得た地球防衛軍シリーズの第3作目の任天堂スイッチ版です。世界観を一新して、平和な地球に初めて訪れる未知の侵略者と対峙する人類との戦いを改めて描き直した地球防衛軍3。映像の向上はもちろん、多数の敵に対して多数の隊員が戦う図式や NPC 隊員たちとのチーム合流など、その後のシリーズの基礎となる要素が初めて導入されました。ローカル通信およびオンライン通信による最大4人の協力プレイに対応しており、遠方のリアル EDF 隊員や家族や友達との共闘が可能。他のプレイヤーとワイワイ遊ぶことで、作戦や連携などソロプレイにはない奥深い楽しさが加わり、プレイの印象が大きく変わります。本作は4月13日まで 20% オフの3980円となっているので、セール前から気になっていた方はこの際にぜひご検討してみてはいかがでしょうか。続いて紹介する作品はジャストダンス2022です。本作は画面に表示される動きに合わせて、誰もが気軽にダンスを楽しむことができるゲームです。最新ヒットチャートからの大人気楽曲や、家族みんなで楽しめる往年のヒット曲などを収録されており、お気に入りの楽曲に合わせてダンスをすることができます。カロリー消費量が表示されるスウェットモードや、すぐに遊べるクイックモードなど、さまざまなシチュエーションに合わせたモードで踊ることができます。本作は3月30日まで 30% オフの4466円となっているので、セール前から気になっていた方はこの際にぜひご検討してみてはいかがでしょうか。続いて紹介する作品はアサシンクリードリベルコレクションです。本作ではアクション満載の2作品と、これまでの全 DLC を楽しむことができます。アサシンクリード4ブラックフラッグでカリブ海最恐れの海賊となり、アサシンクリードローグで究極のアサシンハンターへと変貌を遂げます。アサシンクリード4ブラックフラッグは、海賊たちが自らの不法国家を設立した動乱の時、海賊の黄金時代にその身を投じるというストーリー。アサシンクリードローグはフレンチインディアン戦争の騒乱の最中、闇の中へ緩やかに降り立つ一人の男がアメリカ植民地の未来を形作るというストーリーとなっています。本作では任天堂スイッチ専用の携帯モード HD 振動
タッチスクリーンインターフェース、最適化された各種画面表示、そしてモーションコントロールを利用した照準など、さまざまな拡張機能を楽しむことができます。本作は3月30日まで 50% オフの3300円となっているので、セール前から気になっていた方はこの際にぜひご検討してみてはいかがでしょうか。続いて紹介する作品はイモータルズ・フェニックス・ライジングです。本作はギリシャ神話の世界を舞台にしたオープンワールドアクションアドベンチャーで、アサシン・クリード・オデッセイのクリエイター陣が手掛けるファンタジー巨編です。ギリシャ神話の世界が舞台というだけあって、ゼウス・アルス・ヘルメスなどの著名な神が登場する、唯一無二のオープンワールドとなっており、他にもミノタウロス・メデューサといった巨大なモンスターと戦うことができ、ヘラクレスやオデッセイなどの英雄たちのような冒険を再現できるというオリジナリティも唯一無二のものとなっています。バトル操作は簡単なもので、ストレスフリーな動きが可能となっています。本作は3月30日まで 60% オフの2687円となっているので、セール前から気になっていた方はこの際にぜひご検討してみてはいかがでしょうか。続いて紹介する作品はチャイルド・オブ・ライト・プラス・バリアント・ハート・ザ・グレイト・ウォーです。本作は感動的な物語を楽しめる2つのゲームセットとなっています。チャイルド・オブ・ライトは絵本のような RPG で、不思議の国レムリアで起こる少女オーロラの成長物語です。プレイヤーは横スクロール型のフィールドで、主人公とその相棒を操り、仕掛けを解いたり敵と戦ったりしながらゲームを進めていき、敵との戦闘はシンボルエンカウント方式とターン制のコマンドバトルが採用されています。バリアントハート・ザ・グレイト・ウォーは第一次世界大戦を舞台にした一匹の犬と4人の主人公にまつわる運命の物語のパズルアドベンチャーゲームです。キャラクターたちは漫画的なアートワークで可愛らしく描かれていますが、銃撃などで死亡するなど実際の戦争に即した描写がなされており、例えばステージの障害物の一つである毒ガスは主人公が触れてしまうと死亡するという仕掛けになっています。本作は3月30日まで 70% オフの1584円となっているので、セール前から気になっていた方はこの際にぜひご検討してみてはいかがでしょうか。最後に紹介する作品はモノポリー・マッドネスです。本作はリアルタイムモノポリーともいえるスピーディーなゲームプレイが特徴です。ミスター・モノポリーがバカンスで出かけているモノポリーシティを舞台に、不動産を購入したりアップグレードしたりして競い合います。最大6名がショートラウンドで対戦できます。ボード上に境界線のないモノポリーシティの街中をリアルタイムで街の独占を目指して競い合います。プレイヤーはマップに落ちているお金や資源を集めて不動産を購入しアップグレードをしていきます。また共同基金でブルドーザーやジャックハンマーを購入しライバルの妨害をすることもできます。さらにプレイヤーはランダムに発生するイベントにも注意が必要となっています。本作は3月30日まで 40% オフの2376円となっているので、セール前から気になっていた方はこの際にぜひご検討してみてはいかがでしょうか。以上が個人的なおすすめのセールタイトル7選でした。皆さんは気になるゲームソフトはありましたか。今回紹介したセールタイトル以外にもまだまだセールタイトルがありますので、気になる方はぜひ任天堂 e ショップのセールタイトルをご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。あゆなのゲーム実況もありますので、
そちらもぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。